愛知県における発祥館の一発祥館、正門発祥館は名古屋市昭和区広次町にある老舗料亭。料亭発祥館は名古屋の東の郊外の起伏に富んだ継承地に所在する。この場所には明治時代前期に造営された材木賞柴田孫介の別邸があった。1910年に料理旅館発祥館となり、 1925年には、名古屋の経済人によって設立された株式会社発祥館の経営するところとなった。その後、1977年、経営体は株式会社発祥館となっている。北王子路山人と発祥館の初代主人とは、家族ぐるみの付き合いがあり、その影響で料理やおもてなしについて様々な指導を受けていた。また、 食器から便器に至るまでロサンジ人の作品が数多く残されており、ロサンジ人ゆかりの料亭としてファンに指示されてきた。建物の配置は以下の通りである。サ門を入ると右手奥に玄関棟、その奥に松の間棟が立つ。松の間棟の右手には三行の間棟、左手には新座敷棟、そのさらに東に菊の間棟が立つ。 敷地の南側には池のある庭園が広がり、その中に田舎屋と中門が立つ。このほか、玄関棟の北側には新しい大広間棟と中房棟が立つが、この二棟は重要文化財の指定対象外である。さらに離れた北側には正門が立つ。これらのうち玄関棟と松の間棟は柴岳別邸時代の明治中期の建築。 新座式舟と菊の間舟は料理旅館の施設として明治後期に建てられた。田舎屋は滋賀県高賀の古民家を移築したものである。柴田家別邸時代の建物は材木商の別邸らしく、両材を用いたすきヤ建築である。太平洋戦争後にはすきヤ建築研究の第一人者である堀口素敵の設計によって、みゆの間舟の新築、新座式舟の増築、 菊の間棟の改修が行われており、隙屋と現代建築の融合を目指した堀口の作風が随所に見られる。門三棟はいずれも明治中期の建築と見られる。以下の建造物旧棟及び土地が2020年、国の重要文化財に指定された。各建物の建築年代と間取りについては、文化庁文化財、第二課、新指定の文化財、 月刊文化財687第1放二2021ピアニッシモ47から55によるありがとうございます。